ゴーブラザー、白瀬コールです。今日はあの実写版で届けしたいと思います。今日は波動 X ボール、私のやってる波動 X ボールの、体験会をねやりたいと思ってます。で、参加していただくのが、皆さん知ってると思うんですけども、ギコちゃんさんです。はじめまして、ギコちゃんです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今日はありがとうございます。ヨーブラザー、ヨーブラザー、ありがとうございます。いや、久しぶりじゃないけどね。先週もあったんだけどね。先週っていうか、今週だよね。今週だわ。あったんじゃないか。今週っていうか、一昨日、3日前ぐらい。あ、そうか。今日はちょっと、いや、楽しみなんですよ。やったことないんですよね。下ひげさんにも撮ってもらってるんですけど、やったことないんで、どういったスポーツなのかとか、いろいろ教えてほしいんですよね。そう、結構付き合い長いけどね、スポーツしないもんね。しないね。想像しないもんね。そもそもしないし、バレともしたことないもんね。したことがない。やられたことあるけどね、パンチ。やったね。そう、あれはちょっとね、規格外のパンチ力なんで。規格外、ミットだっけ。そう、ミットで、ミット持って、なぜか蹴りを俺にやってきて、これが落ちる。よくわかんない。聞いてたよな。聞いた。あれはあかん。今日はそれダメです。そう、その話もね、今後ね、ちょっといろいろあるかもしれないですけども、今日はね、X ボール一緒にやっていただけるっていうことでね、ちょっと一緒に頑張りたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、お願いします。ということで、ね、この会場、チャンギが来るってことで、見ての通り貸し切らせていただきましたので、ありがとうございます。はい、はい、AR スポーツの波動 X ボールのやり方をちょっと学んでいって、1on1 だったり、2on2 だったりやっていきたいと思うんですけども、流れの中で、結構体験会開いてる中で、選手側と、体験者の方で2対1とかね、そういうちょっと変わった2対 1? 2対1あれって選手って基本的にやられちゃったらさ、ガードができなくなっちゃうでしょ。なっちゃう。確かね。なっちゃう。大丈夫かな、それ。なんか、わかんないけど、他の人やってるみたいなんで。あ、じゃあ、真似してみようの回ってことで。そういうことです。なるほど。私もね、ちょっと、今日はチャレンジするってことで。めちゃくちゃ噛んでるけどね、今日。大丈夫。大丈夫です。こっちじゃないんで、僕は。OK、そうだね。そうです。こっちの方だから。そういうことです。そう、そっちの方だ。こっちは。こっちはもう、ずっぽしで。ずっぽしで。ありがとうございます。はい。じゃあ、お願いします。お願いします。はい。じゃあですね、じゃあちょっと、今、もう汗かいちゃってるんですけども、ぎこちゃんさんの方のチャンネルの方で、ちょっとやり方をね、教えて、ちょっと対決とかしてもらったんですけども、今度僕の方のチャンネルで、一応僕選手でやってるんで、選手と、今日初体験したお二人の、2対1のね、ちょっとゲームを取っていこうかなと思いますんで、なるほどね。でその後、楽しく僕の、ミスターミスターね、ミスターさんと、ミスターですね。そうですね、はいはい、彼と、4人で一緒に楽しくやっていこうかなっていう感じになります。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。お命頂戴。いいでしょう。ぶっ潰してやるぜ。はい、じゃん。頑張れ。おお。おお。早いよ。
忘れちゃった。さあ、惜しい。はい、想像以上にね、体力を使うね。想像はしてたんですよ。想像はしてたんですよね。メタボに効くぐらいハードなスポーツだって聞いてたんですけど、うん、いやー、1ラウンドは限界だね。やっぱ慣れていくとね、やっぱりもっとこう力の抜き方とかも覚えそうな気もするけど、そうだね、うん、ちょっとまだ初日だからね、うん、想像以上に体力使ったし、想像以上に楽しかったし、うん、想像以上に新鮮だったね、なんか意外と、うん、だからまた来週、再来週、また機会があればね、うん、来たいですね。ぜひぜひ、もしよければ。まあ、チャンギュコ、フィットネスしたいっていうことだったんで。そうね、うん、もうメタボがひどいんで、ええ、いや、もう本当今日は楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、これからも健康でいい、うん、できればと思います。また、はい、ぜひ。またぜひぜひ、はい、お願いします。お願いします。急に健康志向のおじさんみたいな。そんな話で終わりでいいです。はい、ということでね、今日のエクソボール体験会どうもありがとうございました。ありがとうございます。
さっきやったやつですか。追加でしょこれ。追加で、追加で、まあこれからね、あのまあチャンギクが今日やったみたいなことを、まあ体験会などで、まあ、やっていきたいと思いますので、概要欄の方にね、あの詳細とか連絡先書いておきますので、まあやりたいなって方は4名以上でね、あの応募してもらえると、4名以上、まあ、そうですね。あのまあそれ以下になっちゃうとまた他のグループと一緒になったりとかで、あの日時の調整とかあるんですけども、まあ、4名以上であればそのグループであの参加することが一応できますので、まあ、連絡いただければと思います、はい、それは白瀬さんに連絡してるんですか。あ、そうですね、連絡先下に書いてますんで。電話番号も、電話番号はあのあの書きはできないよね。あ、なるほどね。あの電話対応しないと。電話対応は別にあのできるんだけど、はい、あの書きはしないよね。でもよっぽど知りたいって人もやっぱいるだろうから、うん、ただの概要欄にあの白瀬さんの住所貼っておくので、そちらの方に直接行っていただければと思います。直接はちょっと困るんですけども、まあ、あの概要欄にしっかり書いておきますので、はい、連絡よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ギコちゃんとあの下入さんとまあミスターどうもありがとうございました。こちらこそ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。次はぶっつぶす。いや、なんか返してくれ。なんで返さない。どうもお疲れ様でした。ここで私からのお願いです。ではチャンネル登録ボタンをポチッと押していただいた後にベルマークの方もポチッと押してください。これでまた私とお会いできますね。ありがとうブラザー。